だった？今回の戦いはかなり苦戦したけど、なんとかワイリーを倒せてよかった。これもみんなの声援のおかげだよ。ありがとう。さあ、今から紹介するのはみんなから寄せられたリクエストハガキを元に決定したロックマンシリーズの中で使われたゲームミュージックのベスト5だ。君が選んだ曲は入ってるかな？ハガキを書いていない君もお気に入りのゲームミュージックが入っているか楽しみに聞いてね。では始めよう。ロックマンゲームミュージックカウントダウン5。さあ、それでは早速紹介していこう。ちょっと待ったー。待って待って待って、ワイリー、アンドレディ様よ。こんなところにも邪魔しに来たのか？おとなしくしてるから一緒にいさせて、いさせて。あ、気持ち悪いやつだな。いや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 、いやな、わしも興味があるんじゃよ。どんなゲームミュージックが選ばれたのか。本当か？本当本当、ワイリーもハガキ書いてたよ。ワイリーが余計なこと言うな、こんな。ぐぐー、首絞められた。いいから、おとなしくしてるんだぞ。わかってるよ。まずは、5位から。第5位は、ロックマン6のナイトマンステージ。なるほど。みんなもゲームでは、釣り天井やバンパーの壁に苦戦したんじゃないかな。わしが作ったナイトマンは盾で攻撃を防ぎ、鉄球で相手を倒すという完璧なロボットだった。完璧。ヤマトスピアを使えば簡単に倒せたけどね。ギャフン。では第5位のナイトマンステージです。どうぞ。どうぞ。でどんなやつだったっけ？おい、忘れたのか？いや、わしもたくさんロボットを作りすぎてな。アホアホ、うるさいな。これはもともとライト博士が作ったんだよ。あ、そうだったそうだった、カレキマンね。エレキマン、ほっとくよ。では第4位、エレキマンステージどうぞ。
部に入らなかった曲をどんどん紹介していこう。はいはい。それでは10位から6位の曲です。10位はロックマン5よりクリスタルマンステージ。クリスタルダには苦労させられたな。わしが開発したんじゃ。9位はロックマン6よりトマホークマンステージ。シルバートマホークもわしが開発したんじゃ。はいはい。8位はロックマン4よりリングマンステージ。ぴょんぴょん飛び回って攻撃してきたんだ。もちろんわしが開発したんじゃ。これはあんたじゃないでしょ、コサックでしょ。7位はロックマン2よりメタルマンステージ。メタルなやつだったな。そのままやんけ。6位はロックマン4よりスカルマンステージ。Thank you.
御攻撃とも優れた敵だった。特に素晴らしいのはスカルバリアーだ。これを開発した人は天才だな。こりゃこれもあんたじゃないの。あ、そうだっけ。やっぱりアホ。さあ今度は第3位。第3位はロックマン5からジャイロマンステージ。どうしたんだい。ジャイロマンが活躍した空中公園にはね、いろいろ思い出があるんじゃ。そう、あれは私がまだ中学2年生の頃、同じクラスにケイコちゃんという女の子がいてな、目が可愛い女の子でな。さあ早速聞いてください。第3位ジャイロマンステージ。それでわしがケイコちゃんに告白した日だ。まだ言ってるの。いいから次行くよ。さあ残すところ2位と1位の発表だけになったよ。えらいことになったな。ドキ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 。第2位の発表です。第2位はロックマン5よりナパームマンステージ。なんだくる。ビューティフル。このステージは様々な罠があってみんなも苦労したんじゃないかな。あはははは、参ったか。でもナパームマン自体は大したことなかったね。ガクと、まあお決まりのリアクションしてやろう。それでは第2位のナパームマンステージです。
ロックマンゲームミュージックカウントダウン5、1位の発表です。何の曲かな。早く発表して。では発表します。ロックマンゲームミュージックカウントダウン5第1位はマグネットマンステージ。おい、一番いいとこなのにあっさり紹介して。わしはね、これがやりたかったのさ。おいしいとこ取りというやつだ。このこのロックマン、さらば、また会おう。会おう。また逃げたな。まあいいか。では、聞いてください。第1位になったロックマン3よりマグネットマンステージです。聞いてくれてありがとう。これからも応援よろしく。またこうやって CD で会える日を楽しみにしているよ。じゃあみんな元気で。さよおなら。ふぅー。さあ、いたのか。今度こそ本当のさらばじゃ。